三菱マテリアルというのは三菱工業と戦前の三菱工業ですね、はい、北海道秋田福岡長崎宮崎などの炭鉱級事業所で強制労働をさせられた被害者が国と三菱工業に対し三菱マテリアルに対し、訴訟を起こすが敗訴します。ところが2014年の2月に中国でもう日本で負けちゃったから中国にこう提訴したらその受理されたということがありまして、そしてその2年後2016年の6月に三菱が和解案を中国側の複数の団体にこう提示し、ほとんど多数の団体がそれを受け入れたというのがこう概要なんですが、その時受け入れなかった団体も後から受け入れることになりますが、これはその裁判は一段落してしまい、裁判の外でもって三菱が和解案を出してきた。いや、その三菱マテリアルはね、はい、一貫して言っていたことはこの国策に基づく行為だと、はい、従って日本国家がその、ね、和解をするならば会社ももちろん和解をしますと、し会社単独では和解をしないと、こういう姿勢だったわけです。最初に出てきましたけれども、その閣議決定に従って家人輸入移入ということをやったっていうのがねもう残っていますから、それはまあ一理あるといえば一理、そうですね、もちろん当然国の責任があるわけですね。そしてこの三菱マテリアル裁判では原告たちは今までは企業を訴えていましたけれども、花岡西松、ここでは国と企業を訴えている。そう、両方をね、ここが違います、うん、裁判所の段階でもね、和解案がいろいろ出たんですよ。ところが国が和解に応じないということで和解が成立しなかった。なるほど。そしてその2016年に三菱が国に対するおもんぱかりなしに、だから三菱マテリアルは、はい、ある時点で国が和解するならば和解するというのをある時点で、うん、国が反対しなければ和解をしますと、うん、こういう形に転じたわけです。でそれが2014年の2月の中国における提訴受理、つまり中国政府は強制労働の問題と慰安婦の問題と毒ガスの放置の問題については、これは解決されるべきだと、こういうことを一貫して言ってきてるわけです、はい、しかし中国でその問題について裁判を提訴すると受理しないと、つまりある意味で外交上のカードとして使ってきてたわけですね。ところが2014年の2月の提訴については受理をしてしまったんです。してしまったってまさにその言い方なんでしょう。 それは今まで受理しなかったんですね。それはその自国民が被害を、うん、訴えて提訴してるのに受理しなかった。それは2012年の3月に名古屋の河村市長が南京大虐殺はなかったと、はい、言いました。そして中国社会で反発を食らった、はい、そしてその年の7月にだと思うんですけれど、石原慎太郎当時の都知事が尖閣諸島を東京都で買うということを契機としての国有化問題が起こると、そして2012年日中関係は最悪になると、そして2013年は12月に安倍首相が突然靖国神社を参拝すると、まあ、これで中国政府は怒ってしまってですね、受理したなんか今のに日本と韓国の関係みたいな、そうですね、欧州っていうふうに見えますけれど、うん、で受理したら三菱は日本の政府で受理した結果ですね、中国における判決の可能性が出てきたわけ、はいはい、つまり韓国の今回の大法院の判決ね、はい、それと似たようなことが起こる危険性が生じたわけです、はい、そこで三菱は手を打った、その国が反対しなければ、国が和解しなくても国が反対さえしなければ和解をすると、で国反対しなかったということですよね。
外務省も経産省もですね、これはその逐次連絡を受けていながら反対したかった。そこがその今の日韓関係と違います。にあの国の方がどんどん出ていって徴用工問題についてとかね、あの文句を言うじゃないですか。それでね、面白いのがね、まあ、あの三菱マテリアルの和解の中身についてもね、きちんと後で話さなくちゃいけないと思いますが、花岡和解の時の新聞論調は、全てみんな肯定的でした、読売新聞も含めて、産経新聞も淡々と事実を報道していました。西松和解、2009年の、この時には、読売新聞も含めて、みんな肯定的に評価します。ただし産経新聞だけがですね、民間がこういう形で和解をして国家間の枠組みを壊してしまう危険性があるんではないかと、こういうことをですね、疑問を呈していたと。疑問を呈していたけど反対とまだ言ってなかった。2016年の三菱マテリアル和解ではですね、読売新聞、他の新聞はみんなあの肯定的だったんですけれど、読売新聞はこれは中国製の形を変えた揺さぶりではないかと。そして産経新聞はこういう和解は民間のことといえ日本政府は放置していいのかと、こういうことを言ってるわけです。そして韓国の徴用工判決については日本政府は積極的にこれは許されないと、国家間の合意に反すると、こういう態度に出てるわけです。つまり中国の三菱マテリアルの和解の時までは民間のことであるということでこれについて反対はしなかった。しかし韓国に対してはこれはその民間のことであるにもかかわらず積極的に反対して、そしてその企業が自発的に解決しようとする道を閉ざしてしまっていると、こういうことが言えると、あのそこのところがねすごくこう違うなと思うんですけれども、今伺ったお話だとそのと右側の新聞はと西松三菱マテリアルというふうにだんだんちょっとこう批判的になってきたところに、もうあの今度の韓国の徴用工問題の場合はもうだから産経新聞の、それそのね、国は放置してよいのかというね、その路線に乗っかってしまってる。そういうことですよね。でちょっとその問題をもうちょっとあの教えていただく前にこの三菱和解の特徴というと、ね、特徴はね、一つはねその花岡和解が裁判所での和解、西松和解が裁判所に持ち込んでる和解、今度は三菱マテリアルは当事者間の自発的な協議での和解、しかも中国に行って、そしてその三菱マテリアルの業務執行役員が中国に行って直接当時の受難者に対して、会ってで謝罪をすると、そして今日までその和解が解決が遅れ、この問題の解決が遅れたことについてお詫びをすると、まあ、こういうことが一つあるんですね。それから規模が全然違う、花岡和解は1000人千人でしたね。西松の広島安野は360人。今度は3765人。3765名のうち、しかもこれは、下請け企業も入っていると。炭鉱っていうのは下請けのなんとか組とかちっちゃいのが、はい、入ってます。そこまで入ってる。それも全部、三菱マテリアル。当初の交渉の過程では、三菱マテリアルは下請けまでを入れなかった。しかしある時点で下請けを入れることにしたときに、会社側の代理人がこれは会社がこの問題を解決しようとする決意の表れであると、こういう胸を張っていた。私非常に印象に残っている。解決が解決するというそういう決意の表れである、こう言ったわけで。しかもそれでもう一つ、あの被害者あたり、その被害者あたりの金額がですね、花岡和解は大体、その5億円ですから1人当たりの計算でいくと50万円、それから西松建設の場合は2億5000万円でだいたい80万円ぐらい、三菱マテリアルは10万元、約160万か170万円、しかも、花岡和解、西松和解は一括して支給されていた、その中から、
当事者を探す